内山田博史とクールファイブのリードボーカルとして独特の歌い方とスタイルで70年代ヒットを連発した歌手の前川清さん。最近はどうされているのか気になったので調べてみることに。前川清さん、1948年長崎県に生まれ、現在72歳。父は佐世保の米軍基地で船大工として勤務。中学高校と野球部のエースとして活躍。ですが早くも転機が訪れます。米軍基地に縁があったことで弊社から流れるジャズに衝撃を受け、歌手になることを決意したんだとか。それで高校2年で中退してしまいます。長崎市内のキャバレーで歌っていたところ、クールファイブのメンバーに見出されリードボーカルを担当することに。しかし内山田博史とクールファイブはもともとラテンやジャズを演奏をするバンドで、なぜ歌謡曲を歌うようになったのかというと、キャバレーの社長からの要望で生活のためにやむなく妥協し、前川さんを迎え入れたんだそうです。しかし東京でのメジャーデビューまでとんでもない極貧生活に陥ったこともあったのだとか。そんなさなかの1969年、長崎は今日も雨だったで、メジャーデビューするとたちまち150万枚の大ヒットを記録し、第11回日本レコード大賞新人賞を受賞して、第20回 NHK 紅白歌合戦に初出場。噂の女、そして神戸、中之島ブルース、東京砂漠など次々にヒット曲に恵まれたのも前川さんの独特の歌唱法によるところが大きく、クールファイブの楽曲は昭和歌謡の土定番として今も歌い継がれていますね。クールファイブ時代初期の前川さんは喋らないクールな2枚目キャラでしたが、1970年代半ば、萩本欽一さんの欽ちゃんのドンとやってみようでレギュラーに起用されるや、それまでのクールなイメージとは裏腹に大ボケをぶちかますキャラで、お笑いでもお茶の間の人気者となっています。ですが1987年グループを脱退しソロに転向しています。さて前川清さんといえば、すぐに浮かぶのがこの方、藤圭子さん。二人が元夫婦だったのは有名ですが、その出会いのきっかけは、二人は同じレコード会社で1969年の芸能人野球大会の応援に新人の藤さんが駆り出され、そこで知り合ったそうで、藤圭子さんのあまりの美しさに前川さんが一目惚れして、翌年の橋幸夫賞で前座を務めた藤圭子さんに前川さんが花輪を贈ったところ、藤さんの育ての親ともいえる作詞家の石橋正夫さんが心配して、未成年の女の子に花輪を届ける方針を聞かせてくれと問い詰められた前川さんが、以前僕が前歌を担当した際、花輪がなく寂しい思いをしました、富士さんもきっと同じだろうと思ってと、その答えに感激した石橋さんが前川さんを自宅に招待しているうちに仲良くなったと言われています。1971年、藤圭子さんは20歳、前川さんは23歳という若さで電撃結婚することになります。1969年新宿の女で彗星のようにデビューし、稽古の夢は夜開く命預けますと大ヒットを連発して、時代の寵児として空前の人気にもかかわらず、デビューからわずか2年での結婚でしたから猛烈なバッシングを受けています。芸能界を騒然とさせた世紀の結婚だったにもかかわらず、たったの1年で離婚という結果に。どうしてそうなったのか、さらに調べてみると、一説には、実は藤圭子さんはもともと師匠である石坂さんが好きでしたが、弟子の恋心を知りつつも、それに応えられない石坂さんが、藤さんに好意を寄せていた。
前川さんを紹介したいきさつがあって、その証拠に実際の結婚生活はどうやら前川さんの一方通行で、ただでさえお互い多忙ですれ違いが多かった上に、夫の前川さんが仕事から帰ってもペットの錦鯉と話すばかりの富士さん、さらには子供が欲しい前川さんに対し、欲しくない富士さんが関係を拒み続けていたらしく、後に前川さんが言うには、一度しか関係を持たなかったのだとか、必然の結果だったのかもしれませんね。後に富士恵子さんは一時引退するも復帰、1982年音楽プロデューサーの宇多田照真氏と再婚し、1983年ニューヨークで出産した娘が平成の歌姫の宇多田ヒカルさん。しかし子供ができた後も変わらず結婚生活は波乱万丈で、富士さんと夫とヒカルさんとで設立した会社では副社長なのに蚊帳の外だったそうです。しかも夫とは7回も離婚、再婚を繰り返していて、海外を飛び回ってカジノなどで5年間で5億円も使い果たしたり、娘との関係もいろいろ言われて、最後は自ら命を絶っているのです。2013年、享年62歳だったそうですが、一体何がそうさせたのでしょうか。一方の前川さんはというと、離婚から10年後の1982年、レコード会社の社員だった奥さんと結婚しています。そして、1984年長女、1985年長男、1991年次女の3人の子宝に恵まれ、長男の前川博樹さんは、父が前川清であることを伏せて、ABEX のオーディションに応募して、見事グランプリを獲得し、2006年にメジャーデビューしたものの、全く売れなかったと言います。こんな笑い話のようなこともあったとか。息子さん、さすが宇多田ヒカルの弟だけあって歌がうまいねとお客さんに話しかけられ、それよく言われるんですよ。でも母親が違うんですと苦笑いしながら切り返したんだとか。長女は一般人ですが、次女のゆきなさんは高校時代までサッカー一筋で、大学卒業後、ダイアウルフというバンドを結成。2015年メジャーデビューしています。ですが、父親からは、0.1 トンの娘と呼ばれていて、体重がなんと106キロもあるとか。前川さんは娘さんのことを、娘がねえ、もし宇多田さんだったら、今頃僕、もう、働かなくていいんですよね。と、ネタにしているくらいだそうです。しかし、ある情報筋によると、とんでもない事実が発覚していたのだとか。というのも、次女のゆきなさんは、自身が LGBT であることを、マスコミに公表していたのです。ですが、ゆきなさんは今まで、前川さんが家族や友達の理解もあって、隠さず自分らしく生きてこれたのだとか。前川さんの懐の深さがわかりますね。後に、藤恵子さんが、清ちゃんが一番優しかった、と言ってくれていると知って、とても嬉しかったそうです。富士さんが旅立った知らせを聞いたとき、実は強烈なインパクトを残して、この世を去ったのも、むしろ、彼女らしいと感じたんだとか、近くて遠い存在だったのかも。前川さんが富士さんの曲を歌うようになったのも、富士さんへの未練とリスペクトからかもしれませんね。最後に、富士さんからは一回だけ、ニューヨークから連絡があったらしく、自分の子供は天才だと話してたそうです。後に宇多田さんがデビューして、歌声を聞いたとき、ピンときたそうです。凄さを覚えたというか身震い。この子だったんだ。声がそっくりで、血というか、何か嬉しくて、いろいろなストーリーがあって、こういう歌手が生まれた。そんな風に思う。と感無量だったのだとか。富士山への思いは、消えることはないのかもしれません。
前川清さん。現在は9年前よりスタートした九州朝日放送の散歩番組、前川清の笑顔満点旅好きは、日曜昼の時間帯にもかかわらず 10% 超えの視聴率を叩き出しているのだとか。これからもずっと歌い続けてほしいと思います。